マテオ・コバチッチは、オーストリア・リンツ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。クロアチア代表。ポジションはミッドフィールダー。クロアチア人移民の両親のもと、オーストリアのリンツで生まれ、地元クラブのラスック・リンツで、競技生活を開始した。NK ディナモ・ザグレブ2007年、クロアチアの NK ディナモ・ザグレブのユースチームに移籍。 2010年11月20日に16歳と198日でプロデビューを果たす。この試合で先制点を挙げ、プルバエイチエヌウェルの最年少出場と最年少、得点の2つの記録を更新した。2年目の2011から12シーズンには、レギュラーとしてリーグ戦24試合に出場し4ゴールを記録。チャンピオンズリーグでもグループリーグ初戦のレアルマドリード戦に先発し、 オリンピックリオン戦ではゴールを決めた。インテルミラノ2013年1月31日、セリエ A のインテルミラノへの移籍が発表された。契約は2017年までで、移籍金は最大1500万ユーロ。背番号は、ガラタサライに移籍したウェズレー・スナイデルが付けていた10番で、ある。レアル・マドリード2015年8月18日。 リーガ・エスパニョーラのレアル・マドリードへ移籍することを発表した。契約期間は2021年までで移籍金は推定3000万ユーロ、背番号は16番。レアル・マドリード移籍についてはかねてからコバチッチを称賛していた代表の先輩ルカモドリッチやセリエ A での指揮経験もあるラファエル・ベニテス監督の後押しもあったと報じられている。 遺跡1年目の2015から2016シーズンは、言語や環境への適応に苦しんだことやつい、選手層に阻まれたこともあり、リーグ戦25試合に出場するも先発はそのうち、8試合に止まった。チームの UEFA チャンピオンズリーグ優勝に貢献した。また2015年12月に行われた、チャンピオンズリーグの丸目 FF 戦でレアルマドリードでの初ゴールを記録している。 2016から2017シーズンは、中盤の故障者の穴を埋めるパフォーマンスを披露し、重要な試合での先発起用も増え始め、UCL 連覇に加えラリーが優勝も経験した。2017から2018シーズンは、シーズン開幕時に行われた、スーペルコパデースパーニャにて、時短監督に、リオネルメッシュの徹底マークを命じられ、 任務を遂行し、2連勝とタイトル獲得に大きく貢献した。チャンピオンズリーグでは、決勝進出がかかったバイエル・ミュンヘンとの、準決勝セカンドレグで、チームの1点目の起点となる活躍を見せ、決勝戦出場はならなかったものの、チームのチャンピオンズリーグ3連覇に貢献した。しかし、シーズンが終了しロシア W 杯後さらなる、出場機会増加を求め遺跡を志願した。 チェルシー FC2018 年8月8日、チェルシー FC は、ティボー・クルトワがレアル・マドリードに移籍した際の契約の一部として、コバチッチの一年度ーン移籍で合意したと発表した。マウリツヨ・サンリ監督のもとで、中盤の用として使われ、リーグ戦32試合に出場、UEFA ヨーロッパリーグも制覇し、個人としては4年連続での UEFA クラブ大会優勝となった。 2019年7月1日、レアル復帰やインテル移籍が噂された中チ,チェルシー、FC に完全移籍したことが発表された。クロアチア代表でのコバチッチ年代別のクロアチア代表を経験。2012年8月には A 代表から招集を受けたが、怪我のためプレーすることはなかった。2013年3月22日、2014FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のセルビア代表戦で A 代表デビューを果たした。2014FIFA ワールドカップではグループリーグの前3試合に出場した。2015年6月7日のジブラルタルとの親善試合で代表初得点を挙げた。2018FIFA ワールドカップに出場し、アルゼンチン戦でイヴァン・ラキティッチのゴールをアシストし、勝利に貢献、決勝でフランスに敗れたが、 準優勝を果たした。ありがとうございます。